ガーシーさん、結局、懲罰委員会で除名ということになってしまったんですけど、まあ僕はガーシーさんに投票したんですけど、この投票した人の民意っていうのはどこに行ったんやろかと。まあ僕はガーシーさんのその意味っていうんですかね。まあ立花さんがなぜガーシーさんをこう投票させるのかって、まあいろんな意味があったんですけど、そのうちの一つとして国会に出席しなくても国会の仕事ができるんだっていうことを示すっていうんですかね。で、実際ガーシーさんはその質問主意書とかそういうものは提出したりもしてるんですよね。しかし、ものの本質はそこじゃなくて、そのガーシーさんの仕事の本質のところは、国会に行かないっていうことがガーシーさんの仕事なんですよね。これなんか矛盾してるような感じはするんですけど、しかし、それが公約だったんですよね。ガーシーさんが国会に出ない、で、ドバイに、海外にずっといる、こういう状況を示すことによって、その国会そのものの意義っていうんですかね、そういうところに問題提起をこう引き起こすことができると。で、実際、物議が起きましたよね。まあ多くの人々はその国会に出席しないっていうのはけしからんと。会社員が会社に出席しないのに給料がもらえるっておかしいじゃないかみたいな気分になっている人が多かったかもしれないんですけど、しかしこの流行り病の間っていうのは、リモートで会社の会議とか出てた人もいっぱいいると思うんですよね。で、そのことがあったので、引き続きリモートで会社が機能してるというところもいっぱいあるんじゃないのかなと。だから、国会ももういつまでもその人が集まって会議するっていう形式でいられないと思うんですよ。将来っていうんですかね。未来永劫、そんな形式でやってるっていうんですかね。伝統行事じゃないんだからっていうんですかね。相撲とかああいう伝統行事はその昔の型を守るっていうのはあるんですけど、国会っていうのはやはりその国を良くするためにのそのものですよね。昔はああやって人が集まらないと会議できなかったんですけど、現代ってそんなことないですよね。でもそういうところもいろいろその議論するっていうんですかね、考えさせる役割はガーシーさんももう果たしてるんですよ。これ大きなもう完全に仕事してるっていうこととイコールなんですよね。なのに、他の国会議員がガーシーさんを辞めさせると。他の国会議員はそのガーシーさんを辞めさせるために当選したわけじゃないはずなんですよ。当たり前なんですけど。公約になかったはずなんですよ。ガーシーさんを辞めさせる。私はガーシーさんを辞めさせるために立候補しました。当選しました。みたいな人じゃないですよね。だから、めちゃくちゃなことが起きてるんですよね。なので、ガーシーさんがまた立候補するというなら、まあ、ぜひとも投票したいなと。その民意を馬鹿にするなよと。ガーシーさんを辞めさせたいなら、ガーシーさんを辞めさせるんだっていうことを公約に立候補しなさいよと。そういうことですよね。そういう、まあ、国会ではおかしなことが起きてるんですけど、まあ、NHK 党とかガーシーさんとかそういう人たちが現れたことによって、僕はちょっと国会のほとんどのことは知らないですけど、この辺周辺の国会のところに興味が出て見てるんですけど、この本の国会運営の一部を見るだけでも、国会がいかに機能していないかっていうのがわかるっていうんですかね。民主主義の意味がなくなってるので、もうすでに。だから、日本っていう国がどんどん衰退していってる感じがあるのは、こういうところにも原因があるんじゃないのかなと思えてくるというのか、まあ、国会議員そのものが、まあ、無能であるっていうんですかね。意味のないことをしてるというのか、ガーシーさん辞めさせて何になるんだと。まあ、その裏には、綾野剛さんとかの事務所と関わりがある木原官房副長官とか、そういう人たちのコントロールがもしかしたらあるのかもしれないですけど、その辺はわからないですけど、なんかこういう国会そのもの、あるいは国会議員、多くの国会議員というものが、そういう状態なので、まあ日本というのは少しずつ衰退していってるのかなと。まあそういうふうにも思えてくるんですけど、とはいえまあ多くの人々は普通に幸せそうに暮らしているので、まだまだ日本は平和なのかなっていう感じはするんですけど、まあガーシーさんがまた立候補してくれるなら、ぜひとも投票したいなと。リベンジしてほしいなと。また行きませんよというのを示してほしいなと思いました。以上、芸術を僕は少しありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。